取れたてクラブハウス。クラブハウスか。なんか俺はマリノス来た時はもうなかったから、うん、まあ俺もなかったけどね。まあそうでもなんかすごい久々な感じなんですよ。ああ毎日同じ場所がまあ当たり前なんだけどさ、うん、良さっていうかさ、そうだよね、毎大体同じ時間に出てさ、そうだよね、うん、同じ時間についてっていうのができるからリズムはできるよね。私ジムがすごい整ってるじゃないですか。あジムいいね。やっぱめっちゃいいなって思います。そうだね、何でも整ってるよね。お、木田さん、木田さん、木田さん。最先端で。そうなんです、最先端ですよ。ね、やばいよね。ね、すごいと思うよ。マジで。ともきとかいたら大喜びだったね。確かに。ずっといそうだもんね。朝からね、夕方ぐらいまでいるやつ。サウナもあんま入んないし。そうだね。言うてね、最初ちょっと嬉しくて入ったけど。あれに越したことないか。当たり前じゃなかったから。うん。定番オフの過ごし方、何してるんですか？オフ。オフ？フラッと一人で買い物行った。あ結構さ日曜日オフ多いじゃん。そうだね。人混み嫌いだからさ。そうだね。子供いるからさ、うん、どっか連れてってあげたいんだけど、うん、もう日曜だからさ、うん、どこも聞き込みじゃん。ね、人集まっちゃうからね。そう。難しいよね、観光地だからね。ね、しょうがないよね。まあ、家もともと好きだから俺は。ああ、インドアタイプ。家ずっといる。マジでいいよね。家、家はいい。それこそ家で俺まだコーヒーやってますから。出た、まだやってますからねって。おかしいからね。なんかすぐやめると思われたけど。意外と、うん、でもペースは落ちたっしょ。いや、ちゃんと続いてます。ペースはちょっと減ってるっしょ。毎日、ほぼ毎日ちゃんと。ほぼ毎日入れてんの？入れてる。へー、時間を見つけて。なかなかね、無理やり動かしてるね。え、無理やりやってんの？いや違います、コーヒー美味しいんで自分で入れた方がいい。まあね、特製サッカーの楽しみプレート。俺はいや、それこそバルサとか好きでめっちゃ見てたから、うん、ビルドアップとか、それでめっちゃ楽しさを覚えたかもしれないですね。うん、昔はそう、俺もフォワードとかやって、うん、ボランチとか、うん、キック力あったから。あ、でかかったもんね、小学校から。そう、めっちゃでかいよ。小6の前哨の時170だったからね。なんかその写真見たもん、見ました、うん、頭一つ抜けてる。お前だけなんか小6じゃないみたいな写真見たもん。ユニフォームもさ、小学生用だから短パンめっちゃ短いの。マジで嫌だった。そんなあったの？小6で170あったの？あったんすよ。今の俺やんだって。すごいね。どうですか、勝くんは。俺？でもさ、サイドバックってめっちゃ楽しくない？うん、攻撃も守備もあるしさ、うん。そう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 。だから最初なんか、中学ぐらいからやり始めた時、うん、いいよみたいな。いいよね。うん、楽しいし、いいよみたいな感じだったから。それこそさ、得点に絡むチャンスめっちゃあるじゃないですか。ある。それが羨ましいですもん、うん、そうだね。後ろとかはもうセットプレーしかないじゃん、うん、基本、うん、確かに決めれないしね。決めれないし、いいボール来るんだけどな。俺実力不足だな。触る気ないだろ。なんかね、入り方忘れちゃいましたね。なんだろうね、やっぱ俺は年重ねていくごとにやっぱ上手くなってる実感はあるから。楽しい、楽しいですか？楽しいよね。まあでもね、サッカー楽しみは本当人それぞれだからね。ね、難しいね。難しいですね。うん、まあでも好きじゃないとできないからね。そうだね、それは間違いないね、うん、好きじゃなかったら続かないしね。続かないからね。僕たちのトークいかがでしたでしょうか。またのご来店お待ちしております。